陸別町は北海道十勝総合振興局管内のアショロにある町、アイヌ語のリウンペから十勝総合振興局北東部に位置する。陸別町は地域の中央を南北に貫流すると市別側によって2つの地形体に区分される。西部は高原性の大地をなし、落農の中心地帯であり、東部は標高500メートル前後の高原地帯である。 KE 度では、統計143度57分から143度27分、北緯43度38分から43度20分に位置し、役場の所在地は、統計143度45分8秒、北緯43度28分1秒に位置し、標高は205.8メートルである。河川は、都市別川に支流が落ち込み、すべての川が、町内に、源があり、 池田町で十勝川と合流する。都市別川は、おほうつく管内おケト町境界線付近の山中が、源流であり、町内を南下して流れる。周りを山に囲まれた盆地のため寒暖の差が非常に激しく、真夏でも摂氏30度を超えることが、さほど多くない北海道の中では珍しく摂氏30度、声もあり、反面真冬は最低気温で低く、摂氏30度以下になることもあり。 日中でも低、摂氏20度以下ということもしばしばである。かつては摂氏70度の温度差のある街という表現をすることもあった。気象庁が設置した市街地の緑町にあるアメダスの観測によると、1月の平均最低気温は低、摂氏20.2度、平均気温は低、摂氏11.4度である。これらは日本全国の気象干渉、アメダスでは、 最も低く、日本一寒い町、陸別が観光の目玉となっている。アメダ水港後の記録では2000年1月27日に観測した摂氏33.2度が観測史上最低気温であるが、アメダ水港以前には1977年2月1日に低く、摂氏35.5度を観測しており、勝利別駅では1978年2月17日にさらに低い低 摂氏38.0度の記録もある。北見工業大学と陸別縛レ技術開発研究所が共同でこの寒さについての研究を行っており、1991年から冬季に町内約30地点の気温を測定した。それによると、トマム地区では前日の2000年1月27日に引く、摂氏40度を観測二千十三年一月五日にも引く。 摂氏三38度を記録するなど、アメダス地点より摂氏9度も低くなっていることが分かった。他にも、勝利別休暇や訓練別、上陸別などの各流域の谷間の下流地域において、冷気庫の形成により冷え込みが厳しくなるなどの特徴が見られ、市街地に立地するアメダス地点よりも寒い地点が多いことが分かっている。陸別町は、 陸別縛り技術開発研究所を設置し、下陸別と関の日地点で独自観測も行っており、前述の2000年に1月27日には、下陸別で引く摂氏37.7度、関では引く摂氏40度を下回り計測不能となっているなど、一般に市街地にあるアメダスよりも5摂氏8度前後も最低気温が低くなっている。この観測は、 気象庁長官登録検定機関、気象業務支援センターの検定を受けた非常に高度な観測機器のもとに観測を行っており、気象庁のアメダス観測とともに、陸別庁の正式な記録として扱われる。2019年2月9日には、陸別庁縛れ技術開発研究所のリ区別で引く、摂氏36.2度、席では引く、摂氏八点四度を観測し、 気象庁から正式な観測地点としての認定を受けてから最も低くなった。また、勝利別駅跡地に設置されたデジタル温度計はマイナス40.5度を観測している。このように、陸別町では寒さ体感イベントの縛れフェスティバルを開催したり、寒さ日本一ランキングを集計するなどして、積極的に寒さを観光資源にしている。 当期は稀にオーロラが観測されることがある。降雪量は減少の傾向にある。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。農業、林業、落農が盛ん。陸別郵便局陸別中学校陸別、小学校道の駅オーロラタウン93、陸別町内に鉄道路線は通っていない。 廃止された鉄道史跡町の文化財ドラマ。ありがとうございます。